前回のバルヘイム、今回は平地を見つけてボスのねロケーションを見つけようという回になっておりますが、動画のファイルが壊れてしまいまして、安全そうな場所に止めて、平地に安全そうな場所があるかどうか。集落がここはダメだ。やばいやばいやばい。あ、集落ありますよ。もう集落が押しついてる。押しついてる。どうしようどうしようどうしよう。わーい。お、玉ねぎの種。おお、ついにやるか。あれ、あ、あれ、あ、あ、なになに、あ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 、はい、どうもロキヤマトです。バルフェイム、本日も建築会でございます。早速、続きをやっていきたいと思います。今回もタイムラプスでお届けしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。作業開始。はい。はい、どうもロキヤマトです。今回は平地の近くにある雪山にいる狼を、ここに連れて帰ってきて手なずけてやろうかと思います。で、今回の生贄がこちら。はい、生贄です。初めてだね。あのシャープ1の生贄が初めてことをなす時が来ましたね。生贄っていうか、生贄はロキさんの本音ですよね。いや、あ、そんなことあるわけないじゃないですか。仲間をそんな、まず狼を探すところから始めないといけないので、ほらほらほら、バオーンって、ガブリって言ってる音がなんか聞こえる。よし、連れてけ連れてけ、いけ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 。頑張れ頑張れ。待って、レオさん足早すぎ。ワン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 。あの裸だから足早いんだわ、あの人。苦手で。あ、帰ってちゃった、帰ってちゃった。あ、餌、餌、私が追われてる。ちょっと餌、なんで私が餌なんなきゃいけないの。逃げ来た逃げ来た。ちょっと待って。大変だ。なんでどうして。どこ待って、マジ、よくないよくない。あー、もうそんなとこ行ってんのか。あー、3匹目が来た。ワンワン、ほらワンワン、餌ここだよ。ちょっと待って、本当に、待って、よいしょ。あー、なんで僕がこんな目に。俺、抜け抜け。よし、早く中入って。あれ、ワンワン、あと1匹。あ、3匹いるか。いて、やだ。よし、捕らえたぞ。確保。はい、行くぜ。おとりご苦労様です。なんだろう、下世人。
焼き場の方でだいたいね建物が完成したということで、新しい、焼き場ですね、この炉をちょっとね新しくしたいと思います。で、新しい炉を作るにはちょっとね新しいものが必要になるということで、こちら職人テーブルですね、これが必要になります。これを作るのにはドラゴンの涙が必要ということでございます。ここで初めてモデルのね素材を使って、はい、こんな感じです。で、今いっぱいレシピが出てきました。これか、鉄溶鉱炉、結構でかいねこれ。でかいっす。わー、頑張ってください。そして作業場の方にもこれを作るものがあるということで、カンタ君。はい、糸車の方が必要になります。糸車、これもあれかな、とりあえずカンタ君にこの涙を投げて、はい、おー、かっこいい、すごいね、なんか雫がポタポタしてる、はい、おー、カンタ、これ奥にさ入れるから、これ向きが良くないかも。そういうのもあるっすね。もう一回。じゃあこっちに。はい。おお、いいですね。じゃあこれの横にもう一個、はい、後で作っておきます。はーい。という感じで新しいね施設が出来上がったと。これ何も作れないの。で、この糸は雨ですね。雨が必要ということで、まあこの方はレオさんに持ってきてもらおうと。栽培ですね。栽培ね、してもらおうと思います。お願いします。はい。で、ここにとりあえず職人テーブルを適当に置きますね。はい。トン。はい。で、ここで作るのは何ですか。風車です。風車。これか。わ、結構いいサイズ感ですね、これ。そうなんですよ。で、早速設計をしてもらってもよろしいでしょうか。あ、はい。まあ、一応お試しですね。今後ちょっとなんかまだね。お試しですね。振り途中なわけで。あ、すごい、回ってる。おお、これができるわけですね。そうです。引き続きお願いいたします。はい。オオカミさん死んでますね。蚊にやられてる。ええ、あ、蚊だ。あん、これ掘るしかねえな、もう。でもなんかゲヘゲヘしてる。で、横に穴掘るか。で、誘導してここにちょっと穴掘ろう。
こんぐらいでよくない？はい。いや、もうこれがいいですよ。いいですか？うん。で、出れないように急斜面にして、で、周りをちょっと柵で囲って、あとでか。よいしょ。あ、来い、もう一匹出てこい、出てこい、早く。落ちろって思う。よいしょ。スタミナない。ポッパップ、よし、 OK だ。これで削して、よし、どうよ。狼を囲い終わりました。夏気度は 21%、 まだまだですね。いいとこ、もうこれで大丈夫でしょう。とりあえず1匹蜂に食われたのがちょっと悲しいね。蜂っていうのがまたあれですね、うん、防ぎようがないというか。これぐらいがいい、できる限りのフィルターか。出れなくなっちゃった。余ってます？